倒産情報。どうもベタバスミヤスケの WC 新宿圭です。今日はですね、不思議モズさん不在、悔しさ出てるね。モズさん不在なんですよ。もう残念です。我々だけで今日はホーチミンの最新不動産を紹介していきたいと思います、はい、今日はですねゲートウェイを紹介したいと思います。ゲートウェイはですね、タオディエン地区にある素敵なコンドミニアムで、タオディエン地区というとですね、もう西洋人街と言われてまして、飲食店は充実してるわ、ビンコムメガモールあるわ、すごいね便利な場所で、日本人の方もたくさん住んでますし、皆さんぜひいい場所と思って見てください。上には地下鉄ができそうになってます。まだ完成してはないです。メトロと、そうメトロとね、はい、なってますんで、最先端の場所を皆さんに紹介したいと思います。それではゲートウェイに皆さんファーウェイ。うわぁ、広っ。リビングがもう入ってすぐめっちゃ広いです。こんな広いんだ。スリーベッドルームめっちゃ広いね。まずこちらが靴箱。靴箱の数半端ないすげえ。あ、ここは長い靴とか入れれるのかな。いや、傘とか。え、キッチン出ました。東芝さんジャパンクオリティの冷蔵庫でございますよ。こちらの冷蔵庫でかいね。やっぱね、横がでかい、もう幅がある。キッチン広くね。ここも奥行きがね、ほら、バレエの練習とかでも使える場所よ。リビング広いんだからそっちでやって。え、これは現実です。出ました、こんな広いもん。で、こっちに3口あります。で、ここで料理もできるし、まあ、こっちで料理もできる。2つできるよ。だけど言ったらさ、お母さんが娘人参切っといて、いや、そこでは切らんかった。ここでね、これやりながら、うん、人参切っといてとかもこっちでお姉ちゃんとかがさできるんよ。いや、できますよ。すごいね。ここもちゃんとありますよ、収納も。あ、ちゃんと揃えてある。食器類とかも結構こうちゃんともう備え付けてあるということですね。ボッシュのオーブンでしょ。これついてるのもあんまりないじゃん。オーブンと電子レンジちゃんと2つ分けてついております。上にも収納あり、そこもあり、ここもあり。だからキッチンはここです。いや、さっき激アツって言ったけど、キッチンからいけるところ、洗濯機と乾燥機か。5人とかで暮らしたらさ、洗濯回して、で、その後乾燥かけなんて言って、2大体制でやってくれるのは助かりますよ。これは激アツです。同時にやれるやつはさ、結構見たけど、うん、こうやって分けてあることってあんまり俺見たことないけん、これはいいですね。お母さん的にはさ、1台だとまたかけなんて、次の待ってから、うん、で、言ったら2期作タイプでしょ。これだと2毛作ですから。もうリビングを早く紹介しちゃった俺は、うん、すごくないですかこの広さ。ほら、こんな広いよ。これめっちゃ広くない？いや、めっちゃ広い。マジで広い。で、このベランダがもうなんか地球が家になったような感じよ。俺、地球が住所だって思うもん。地球住所じゃん。何言ってんの。広さよ。スパーンって抜け取るから。こういったね、センスあるおしゃれなものも置いてありながら、このテーブルも広い。マジ会議室みたい。やっぱ8人でだけ暮らすこともできるってことよ。まあ椅子足しゃまだいけるんじゃ、うん、すげー。どわー、このベランダですよ。もういいね、やっぱりこれさ、これだけ幅あるけんさ、ほら見て、テーブルもあるし、外でくつろぎながら、地球見ながらビール、これめちゃくちゃいいわ。ソファーありました。杉本さんいないからな、測れないんですが、測らせていただきます。杉本さん、せーの。いや、杉本さん、なんで言ったの。杉本さんだったらどう動くかなと。杉本さんはどう動いてた。杉本さんも今俺の隣に俺と想定して、うん、後ろに2人で。今までないパターンやん。1、2、3、4、5、6。いや、6人目は座れてない。5だよ、座れたら今。いや、でも広いでしょ。ちょうどいい長さです、これは。沈み込みすぎないやつ。弾力もちょうどよくて。あれがね、ちょっとさ、ギラというかさ、休日の感じしない？ちょっと
っと分かんない、ごめんな。これなんていうの、ゴザみたいな、あわわあんだみたいなね、あんだみたいな作りとかも、俺はちょっとビラタイプの感じするよ。そのビラタイプっていう、そのなんかアジアっぽいとか言ってくれればまだあれだけど、そうリゾート地っぽい飾り付けというか、そうこういうのとかね、海の、そのビラって別にそう建物の種類の話でしょ、だって海の音が聞こえるから。あ、聞こえる、聞こえる聞こえるよ、海のそっちの海の声聞こえてんの、うん、日本語のその歌が聞こえてる、波の音とかじゃなくて、ベッドルーム行ってみましょう。うーわ、もうここもベッドルームが地球ですわ。だってさ、こんなさ両方窓ガラスでさ、なくない、うん、まあまあね、全面見えるっていう、なかなかないよ。これはね、気持ちいいわ。朝起きた時抜けてるもん、だって目の前にも高い建物もない。激アツです。3つ出ましたんで、セイクー出ましたよ。いや、これすげえわ。だってここもね、地下鉄のあの電車の感じも見えるし、で奥にはビテックスコタワーもあるし、多分まあ右側にランドマークがあるのか、右のあのビンホームのあの右側にランドマークがあるけん、これぐらい景色がいい、最高やん。いや、自然にその最高出してますけど、自然に最高が出てしまった。もういきなり最高出てしまった。ベッドももうほら、さっき言ったビラタイプ、ビラでしかほら見たこと、1個上がっていくやつ、もうなんかこういうさ気持ちを味わえるベッド、オーナーさんのセンス感服しております。私感服出たじゃん、ありがとうございます。感服はね、最高の出る。俺もう太鼓食べ、はい、照明とかさ、すごい南国のリゾート地ありそうな、あえて言わんから、お客さんに気づいてほしかった、そういうので統一されて説明するために今やってんだから。俺はクイズ番組を兼ねてやってる。クイズにしてよ、じゃあ。で、エアコンも埋め込み式でございます。このおかげで上がなんかこう広く感じるというか、で、この鏡がね、また広さ感じるね。広いのかな、あ、広い、奥行きもあって、はい。これがさ、ここもあるし、ここもあるし、こっちにもあるけんね。そしてシャワールームとベッド。ベッド？もう一回取り出す？ダメだよ。なんなん？シャワールームとトイレ、うん、こっち見て。ベッドって俺が思ってしまったのはこの理由かもしれん。浴槽ありました。いやいや、理由にならんねん。ここの浴槽は今までの浴槽たちはさ、もう寝そべるぐらい広かったけど、うん、まあ、ここはちょうど日本のなんかお宅にありそうなぐらいのサイズ感というか、どう、うん、お宅の感じする、お宅の感じです。ただ東京とかよりは広いかなって感じがする。俺らはユニットバスしか住んだことないから。子供部屋みたいな感じかな。セミダブルぐらいの広さですね、ベッドの大きさでいうと。だから子供が勉強したりとか、こういったところに子供服と入れたりとかできるわけなんで十分でございます。俺やっぱこのね、窓の広さ、うん、最高だわ。出てるやん、もう何回出てる最高。いや、もうこの腕とかをやらんパターンもあるってこと、どういうこと。いや、もう今の最高もさっきの最高と同等のやつ。こちらベッドルームがあると完全にトイレットシャワーも備え付き。まあ、シャワールームはさっきよりちょっと狭いかな、うん、ほんと子供サイズって感じだね。シャワールームの子供サイズって、一人用っていう感じですね。そういうことでしょ。逆サイドの見てみましょう。この部屋は何だろう、あー、ちょっとした小部屋みたいな、書斎とか、まあ、収納みたいなのでも使ってもいいし、なんかいろいろ使い勝手はありそうな部屋ですね。エアコンもついてるけど、やっぱ本当部屋としても使えるんですね。こういった部屋もある。そして3ベッドルームの最後の一つ、ここはさっきのベッドより大きいわ。だから2人とかの子供が寝てもいいぐらい広さ、ほんと子供のおもちゃ的ないいだろ別に、大人が寝ても、大人2人で寝てもいいだろう。ちのマスターベッドルームに夫婦は営ませてよ。ルームシェアもできるし、日本人の人はあんまないかもしれんけど、親戚とか、確かにそういう、もうだから2世帯でも住めるよ。そうね、一緒に暮らせたりするんか。二窓ガラスが広いけんさ、しかも飛行機飛んでますわ。こっから見えるんですよ、タンソンニャット空港側が。いや、これはいいわ。あれ、大好きな鏡のこと言わんけど、縦に長い、すごいいいですよ、高さあるでいい。さっき見た狭いさ部屋があったじゃん、あそこのクローゼットをここは使ったりすればいいんじゃない。ラックが今置いてあるけど、そうね、それしかないから。確かに収納的なのはね、ほんとこれしかないけん、うん、ベッドに一つに対してトイレとシャワーございます。天井の水出てくるやつ、天井の水出てくるタイプシャワーでしょこれ。もうすごい語彙が。そしてこのね、ハンドを持ってあの体に当てるシャワーでしょ。すごい
こいい。測っとくか、一応ね。ここバスタブないから、やっぱりもう広いわ。もう見てわかる？うん。すっごい俺がうっすら映ってるわ。俺がじゃあ、ちょっと気持ちやるわ。いくよ。うん。せーの。貫通してるわ。貫通してるでしょ？うん。貫通してるでしょじゃないよ。こんな広いってことよ。ほら。貫通してるよ。貫通してるぐらい。ほら、これが広いんじゃない？正直、一般的なシャワールーム。収納ありますわ。広ー。めちゃくちゃ入る。これは十分ですね。で、ここもあるし。ほら、もう十分やん。こちら、もちろんプールもあります。そして、ジムもあります。で、なんと、サウナもあるんすよ。いや、ジムあれだ、ただで借りれるのかな。もうそれなくなりました。もうできんのあれ、はい、じゃあもう家賃もわからず。いや家賃わかる。家賃を当ててみて当ててみてーのコーナー。うわー、何の得点もないや俺には。まあ3ベッドルームで平米数で143、シャワー、トイレも3つ、ベランダ、広、地球が住所、ウォークインクレゾットっていうか、ちょっと書斎みたいな、そういう部屋もあって、位置的にもそのタオディエン地区に近い、まあ1地区の中心地からタクシーで15分から20分ぐらいのところで、これ2700ドル。あの広さで当たってる？当たってるならもうタダで借りるよ俺。強引に買える？え？刻む？刻まんよ。2700でいきます。いいね。お願いします。じゃあ最終家賃？最終家賃ね。正解は2300ドルでーす。安いね。2300か。できて2年ぐらいだもんね。2年前ぐらいに我々紹介してるんですよ。ね、できてすぐの時。うん、はあ、そっか。得点とかないよね。ありますよ。マジ？何？オーナーさんが10月分の管理費はなしでいいですよって言ってくれてます。120ドル。うわマジかよ。2180ドルってことは早めに皆さん決めた方がいいですよ。結構大きめの家族か、ね、ルームシェアするか、日本人の友達同士でね、なんか5、6人で借りれたりとかしたら、ね、一番いいぐらいの。いや意外にそういう人もいるんだって。ールームシェアでみんな住んでるみたいな。そうね、そういった方におすすめでございますんで、ぜひ。そしてここにはですね、エナセットの社員も実はゲートウェイに住んでます。もう何かあったらその人、その日本人がね駆けつけると。もう何かあったらすぐ連絡くださいと、うん、もうそこのね手厚いなんかサービスが何だろう、一番良かったりするかもね。あと日本人が住んでるわけよ、ここにはね。子供たちを送迎して日本人学校のバスが、はいはい、あとお子さん2人いれば来てくれるそうです。なるほど。そして先ほどの特典、10月分の120ドル値引き特典を受け取りたい方は WBC の動画を見たとエナセスさんに伝えてみてください。そのリンクは下に貼っておりますので、皆さんぜひ問い合わせしてみてください。他にもたくさん物件持っておりますので、ナセットさんに問い合わせて注文お願いします。それではホーチミン最新不動産情報でした。さようなら。